はいどうも、底辺ゲーム実況者ゆうぴかです。今回は僕の横に彼が来ております。はいどうも、こんにちは、こんばんは、シャツキャラです。はい、最近毎週恒例となっております海賊無双3ナイトメアログに挑むね、やっていきたいと思います。はい、はい、ではね、早速やってまいりましょう。はい、まあいつも通り、うんうん、戦えないのかな。そうだね、まあ俺がタシギでヨーダがフジトラという感じでやっていきます。はい、まあ、死んだら助けて。わかった。落ちまーすまあちょうど今こうやって、今俺こうやっているから、うん、あるけどこの辺に多分敵が固まってるから入ってって絆使ってすぐにこうやって、うん、いい敵落ちるの早いんだよ。ほらヨーダお前ダメだよ。でもあの砦でお前がやっちゃったら俺の倒す敵の数なくなっちゃうから、むしろここにいるシーザー倒してくんだよそろそろ。あ、いい、うん、シーザーね、うん、あの毒巻いて結構きついわ。わかった、うん、俺が拠点やるからお前申し訳ないけどシーザーやってくれ。わかりました、役割分担いきます。おう、だってお前もうランク A だからね。だってなんで俺やつ A になってんだろう。やりすぎだぜシーザーくん。5シュート頼んだぜ。そっちはシーザーくん5シュート。5シュートボンちゃんいくぞ。ほら前回の動画でのヨーダの5シュート発言は大半がカットになってます。なんで意味はないけど、あの時間短縮させるための動画の。すごいよ。で、びっくりマーク1200だから。だよな。びっくりマークが足りそうだな、多分。俺が頑張れば。俺が頑張って絆ゲー貯めて、君がちゃんとこうやって倒してくれると。そうだね、そうそうそう。ヨーダの絆ゲージの貯め具合で全然いけると思うんだよ。ただ撃破数はもう、ちょっとヤバめだね、今。ちょっと絆ゲージ貯めてくるよ。おう。あ、じゃあヨーダ、ピーチ撃破してきてもらっていいかな。はいはい。左下か。おう。エースを助けてやってくれ。行ってくるよ。まあ、俺の方がね、マップ上近いんだけど、俺はあえて無視していくよ。おう。そうだよ、私です。やばいのは私です。やばいのは、フジトリー。よいしょ。ピーチ5シュート。はい。終わった。早っ。あ、死んだ、やべ。どこどこ。マップの一番上だから多分反対側だな。反対だよ、真反対だね。全員行くわ。やべえ、撃破数も今1000だから下手したら A 行くのが精一杯かもな。はい、 HP 半分上げるよ。 Thank you。 あとね、君がレベル上がってくれば助かるんだよな。ちょっと厳しいかな。まあ言うて俺も多分今フジトラと同じぐらいのレベルなんだよ、タシギは。あ、そうなんだ。だから80以降はね、なかなか上がんないから。あー、じゃあきついな。きついかもしれない。九段ってこれ東大将もしかして。あ、そうだね、撃破し戦闘に勝利せよ。だから多分九段倒しちゃダメだ。じゃあ待ってるか。うん、よいしょ。まあ、それからお前ちょっと九段痛めつけといてくれてもいいよ、殺さなくて。そしてだってほら、九段の周りにいる俺たちの仲間のキャラが死んじゃうからさ。なるほど。うん、死にかけたらお前が、知らない程度までやってくれた。そう、仲間が死んだらお前が助けてあげてくれ。オッケー、頼むぜ。普段で相手凍ってるぜ。結構強いから気をつけて。そう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 。でびっくりを1200にしたらギリ A 行くかぐらいだな。やっぱちょっと待ってくれよ、お前も全体攻撃してくんのかよ。そうだね、基本的にあのロギアはみんな全体攻撃してくるんで。やめてくださいよ、これひどい。もう元気は成功。うんうん。でもなかった。なかったのよ。じゃあ、あるかもな。そうだな。足りるかもな。あと900体。せめて A がいい。今まで S と A だけじゃん。そうだね。B はちょっとさすがにだな。俺 S いけるぞ。びっくりは多分頑張れば余裕でいける。あ、これ言わんこく、言わんこくダメだ、これ。言わんこく倒したら終わっちゃうから。ちょっと違う大きい丸いくわ。分かった。うん。お、レベル上がった。じゃあ俺も行きまーす。私も来ちゃった。やべやべ、ちょっと私も来ました。はい、ポンと
はい、溜まったんで、俺に使います。いいぞ、いいぞ、いいぞ。よいしょ。乱入すぎたぞ。いいね。さて、最後か。これで終わりかな。どうですか？あ、まだ生きてる。すげえなー。現象。そろそろ終わったと思うんだけど。いやー。終わりましたね。最後は確かに倒したっぽいの。当たったな。攻撃が。何なんだこれ。この赤いのは。多分切られたやつが落ちてる。空中に切り上げられて。ひでえ。ゴミのように落ちてきた。あ、でもやったね。タイムがちょっとどうなんだろうね、今回。いや、ギリギリ。ああ、いいじゃん。オッケー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 。あ、じゃあ12分じゃ全然 OK だね。ギリギリ耐えたのかな、もしかして。うん、多分15までは多分 S なんだよ。なるほど。うん、で、まあ、これはしょうがない。しょうがない。うん。びっくりマークは、あえて。取らなかったのもあるけど、どうですか、フジトラはやっぱ楽しいですか、今回で3周目だと思うんだけど、フジトラ使ってる。そうですね、あの、うん、まあ、フジトラ使ってるっていうのは、まあ、やっぱ強いからっていうのも一つなんですけど、やっぱね、レベル上げたりとかさ、絆上げたりするのすごい楽なんで、そうだね、いや、使ってて気持ちいい。気持ちいいね。まあ、つってもね、多分フジトラがね、レベル100になったら、しばらく使わないかもね。そうだね、また違うキャラはヨーダに使ってもらおうと思ってるんで、まあ、それまでね、ちょっとフジトラって感じになるんだけども、はい。はい、まあ、まだまだ全然ステージあるんで、続けてね、今度からもやっていこうと思うんで、ぜひよろしくお願いします、ヨーダ。よろしくお願いします。はい。ということでね、最後まで見てくれてありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。じゃあ、さよなら。